はいどうも皆さんこんばんは、モッティーです。さあ今日もやっていきましょう、スプラトゥーン実況プレイ。今日はロングブラスターカスタム使ってガチヤグラー頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでちょっと最近ラピブラの練習を結構やってたんですけれども、ちょっと一回ロンタムに戻ってみて、ロンタムちょうど使ってみたいなと思ったので、ちょっとロンタムを持ちました。今日はね、ラピブラはラピブラで練習しております。だが腕前ががっつり落ちちゃいました。40代までね、30前半ぐらいまで落ちちゃったんですけど、ちょっと持ち直してきましたね。金目鯛美術館マヒマヒリゾート&スパ。難しいですね、やっぱ。なかなか練習中だとさ、なんか、世に出せないレベルの試合しかないんですよね、なかなかね。どうしてもこう、勝ち試合も負け試合も味方依存になっちゃって、あー、味方がここ乗ってくれたから勝てたわーとか、あ、ここ味方が塗ってくれたから勝ったわ、ここ球しっかり取ってくれたから勝ってたわ、みたいなのが結構多いんですよね。その自分のキルとデスに、キルに意味がなくて、デスになんか若干これ、悪手なんじゃねーみたいなのがあって、なんかちょっと味方依存になっちゃってる部分があるんで、もっともっと練習していかないとなーなんていうのをちょっと最近思ってる次第ですね。難しいね。直撃、一撃取れないのが難しいなってすげー思う。洗濯機使ってると余計に。洗濯機勢としては。洗濯機も直撃、一撃取れないんだけど、なんつうかな、爆風が若干狭いんだよね、ラップ。それにちょっとね、足元救われるケース結構多い。ここ多分ね、40、50戦ぐらい使ったんだけど、40、50戦使ってみた感想。難しいね。まだ、一回後手に回った方がいいだろうな。さあ、味方が全落ちしてしまい、9番2つからの、さあ、潜られて、倒して、ここカウンターでしょ。あ、上は無理。うーいえ効いてた。で、このタイミングで、残ってるラス1が突っ込んでくる。くぅー。なるほど。難しいね。ラス1裏取られてたってこと。そういうことなのか。スパッションか刺さってなさそうだから、これはある程度前行ってあげなきゃいけなくて、行かないよ。行かないよ。さあ、シャガ見て、シャガ見てるけど、ご利押しですね。こういうのができるから強いよなっていうところはあるんだよね。はい、これは見えてた。さあ、これは台をしっかりこうじゃない。これ来る？来ない。来ない。これは、こっから、右から入って、この辺で台を入ってあげると、ここがなんだか、あんな位置を踏んでナイスナイスナイスで、あとは、ここ合わせてあげると、それなりに強いんで、合わせてあげた。乗れないの？マジで嘘。ごめん。ごめん、それ、そこに二人いたからどっちか乗るだろうと思ってた。俺が甘かった。ごめんな。俺が乗ってあげるべきだったわ、今のは。あ、死んだ。マジかー、マジかー満足しちゃったか、19で。そうか、まあしゃあないな。19で満足しちゃったんだったらしゃあないな。俺は満足できねえから、19は。ここはここは割と一桁になって初めてホッとする感じだからな。あー、よし、うまい、ナイス。とりあえずこういうデスが噛み合わなければどうにかいけそう。いけそう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 。こそやね。まあそんな感じですね、今の最近のモッティのブラスター事情は。なんか最近ちょっとね、ブラスターが楽しいね。結構その動画もブラスターばっかで、あんまシューター使ってないと思うんですけど、やっぱブラスターが楽しいからね、やっぱシューターはいいや別にっていう。なんか寿司とか使ってたらまあまあそれなりじゃないですか。それなり、可もなく不可もなくみたいな。なんか割とブラスター使ってると新しいこう知識とか知見が広がって、やっぱね。あー、ラッキー、ナイス、柱。マジ、ヤグラの5カゴ。これはヤグラの5カゴですね。言えてないですね。まあでもこれは、あと代を保持で、待ってもいいけど、ただ、それは、味方に失礼なんで、あとこの辺は出れるタイミングがしっかり出てあげる。ナイス。そこ潰せる、強い。
さ、二人で乗っちゃわない？はい、ナイシー。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なんかすごい守られてる。あー、それは無理ーよっ。13。矢倉の上で最後死にましたね。ちょうどいいでしょう。さあ、残り1分は台をしっかり貯めて、しっかり最後キルを取るタイミングだけど、ここでね、2キル取ってくれてるのがすごいでかいんですね。これカウンターのタイミングがやっぱ一番強いね。この味方強いな。今日久々に、今日の中でもだいぶいい感じの味方引いた。これはありがて。これありがて、ありがて。これだけ味方が強いと、あん、ナイス。やっぱそれだけ貯めやすいですからね。やっぱしっかりとしたシューターがいると結構試合ってやっぱ締まるなって最近思う。なんかどうしても結構キルを取る武器がさ、割と全体的に増えてきてる気がするんだよね。あーん、ごめん。ここ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 。こういうのも難しいと思う、バイオリン。あ、マジでこっち来てるの。あ、ナイス。見えてなーい。さあ、最後しっかり陣取って。お、シャアの。おーい。楽しいな。やっぱ締めてくれるシューターがいるとほんと綺麗だわ。やっぱスプラトゥーンっていうゲームは、やっぱ花形シューターですね。間違いなくね。ほんとにそれは思うわ。なんかブラスター勢として特に。やっぱ締めてくれるシューターが、だからなんでさ、こういうシューターが一番下にいるのかマジで理解できないんだよね、最近。思わない？なんか、俺だけかな？なんか一番キルで良くて、あ、この人うめえなぁ、いい動きしてんなぁ、すげえ助かるわっていう人が、大概一番下にいるんだよね、いつも。なんでなの？なんで、任天堂、鬼畜かよ。大概いない？なんか一番、だから一番上か一番下だよね。一番上でさ、まあ、バンバンキル取ってバンバン上手い人っていうのは、まあまあまあ、それは、あ、うまい。はいはい、うまい、うまいって感じなんだけど。なんか、こう、チームワーク見ながら動いてくれるシューターでキルレも結構いいみたいな人とかって一番下の方にいるなーってすげえ思うんだよね。なんか、だからこそ多分ね、シューターの数が減ってる気がするんだよね。だんだん。普通に寿司コラとか強いからね。普通に。ただ普通なんだよね。良くも悪くも。入ってこないですね。金目の初動結構最近動かない人多いね。増えてきたね。この辺。あ、そっちか。微妙。わかんない。しまにょ。一回発して、こうして。いいんじゃない？ナイスー。ラス1が。ちょっと取られなければ。ナイスー。強い。味方強い。みんな行くね、前にね。いいよ。俺が矢倉を守るよ。うん。矢倉俺が一番上手いから。そんなことねえって。矢倉任せとけ。やばい。ナイスー。はいえあ、くっそ、ダメだった。どんまい。いや、ありがたいですね。いや、これだけ動いてくれるのは本当にありがたいわ。37。さあ、とりあえず、できればもうちょっと取りたかったんだけどね、俺の代用で。そこに移して、これはちょっと台をしっかり貯めて、40手前ぐらいまでに止めたいっていう、そういう立ち回りなんで。ちゃんと一つ一つの行動に意味がある行動を取ろう。あ、でもいけそう。ナイス。ここ間に合わない。ですよね。ナイス。蜂の巣。これはチョークを取らないとナイス。よかった。ここね。ここね、ロングはこの裏側。この裏側見とくと結構強い。痛い。ナイスー。見るタイミングが全体的に遅いんですけど、俺今日。ちょ、っと、いいのかなー、このタイミング早いような気がすんだよなー。あー、惜しい。うまーい。まあでもナイス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 、綺麗綺麗綺麗、すごい味方が綺麗。いや、綺麗な形で入ってくれるね。
やっとこういう見方聞けたわ、今日。本当に。ずっと、ここ30戦ぐらいずっと闇ってたんですよ、実は。だから今日こんななんか淡々と喋ってるっていう。あのね、モッティの実況動画で、エキサイトしてる時って割とすんなりポーンと取れてる時なんだけど、淡々と冷静に普段のトーンとかで実況してる時って、だいたい直前闇ってるから。ありがてえわ。やっとこういう動画が撮れるわっていう。ちゃんとそれなりにこうした方がいいんじゃないか、した方がいいんじゃないかみたいな実況をしながらさ、それなりに動けてね。いや、嬉しいですね。大丈夫か？大丈夫だ。どこだ？どこ？最近あんま、これに着眼点が見えない。いいね。いいね。こんだけ全然、維持で全然いけるあたりの強さよね。ういぃぃ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 。よし、二つ。ああ、一個だった。ナイス。うぅ、乗れない、乗れない。おい、オッケー。ほっ。あ、やばい、すみません。動く。反動がでかい。反動がでかい。ステミタックル、いないんだけど。動かした方がいい、動かした方がいい、動かした方がいい、ゆっくりゆっくり。ベーン。無理、これは死にます。はい、セルドロ。どっちかだったな。自分が死ぬか。まあ、カウントは今、取れてたら、取れるべきカウントだったら、1でも進められたらあれば、ヤグラの上で死ぬべき。で、今のはどっちにしろ死ぬから、どっちでもいい。でも俺はヤグラの方で死んだ方がいいかなって思ったけど、いや。楽しい楽しい。おっしゃ。あ、マジか。あ、マジかよー。さて、長いねー。難しいねー。まあでもいいでしょう。あとは6なんで、もうあとは本当に台を貯めるだけですね。台をしっかり貯めましょう。まあ味方が溶けちゃったとしても、この立ち回りでいいと思うし、味方が溶けない限りは、味方が溶けてないんだったらもう勝ちですんで、いいんじゃないかな。あ、全然勝てるね。いけるね。俺いらないかもしれない、これ。もう。もう俺いらないまである。うわ、いいメガホン、いいメガホンだわ。ナイスナイス、いいメガホン。このメガホンもさ、割と当たり前なメガホンだと思うんだよね。ラスト締めるメガホンとか。あとは、矛を、ガチ矛とかの時に、矛持って味方が突っ込んで死んでくれた時にメガホン書いて、さらにそこから追撃体制に入るみたいな、追いメガホンってちょっと他呼んでるんですけど、ああいうのってさ、なんかできない人多いんだよね、最近。すごいなんかね、なんでそこでメガホン打つみたいなのがね、すごいあって、で、それで闇ってたんですよ。すごいね、言いたくなっちゃうんだよね。なんでそのメガホンなんみたいな。ね、なんか多分こういうメガホンって、多分当たり前じゃないのかもしれないんだよな、今のエースプラスからすると。だから俺の考えが間違ってて、か、古めかしくて、実はなんかその、塗られてないところに対してメガホン打つことによって通路塞いで、そこから打点を作っていった方が、今のエースプラスには刺さるのかもなって、思った方がいいのかなって思うんだよな。なんか、曖昧でしょ？曖昧なんで、すごい。いや、俺、なんかな、なんか、よく見かけるね。見かけるね。よくちょいちょい、な、夏休みなんかな、なんて。ちょっと、近所のさ、ちびっ子がスプラトゥーンやってたら教えてあげて。みんな。なんか、教えてあげてくれ。そのメガホンはそれでええのか！それじゃテスト100点取れへんぞ！やば、おーぶ、ナイスー。ボンが刺さるー。さあ、2で、ここ来ない。あ、マジか。あ、な、やっと刺さった。どこに乗らせていく？ナイス、だけど、ちょっと。ペッ。うん、読めてた。やばい、どこ、そっち2つ。そっち2つ、任せていい。やばいね。あ、マジか、これはノバは倒せるから。うっす。ついついつい、乗って。乗れないか。うまい。そうっすね。倒せる武器は、サクッと倒した方がいいよね。当ててこない。
上がる？これちょっとこのね、ロンタム同士のね、激しい読み合いね。あ、そっち、おー、負けた。これは負けた、悲しい。ナイスー！素晴らしい。ここはちゃんと台を吐いてあげなきゃいけないから。いや、でも台をないな。いや、これ、裏取ってるスパショ。無視でいい、無視、ガムシでいい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 。あー。刺さっちゃったな。強っ。全然やな。あかんな。ほっ。守備時にね、それなりにやっぱ無敵があるっていうのは本当にありがてえよな。安心感がマジで違うよな。しとってラッキー、ラッキー味方キル。上がられてる？上がられてる？大丈夫？一発当てれば落としてく、落ちてくれるな。そんなに矢倉に執着心ないな相手。ナイス、ありがてえな。そうなるとおいすー、この辺こわっ、わお、ほっほっ、何それ、うえい、直さっきのお返しじゃ。3オツ、3オツだよ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 。どうするどうするどうする。あー、噛み合ってねえの。噛み合ってないんだったら行くべきじゃないし。あそこも、あ、マジ、あ、大丈夫、これは吐くべきじゃなかったかもな、今の代用は。出さない。スパショを守る。スパショを守る、今のクラスターね。こっちますね。あ、ナイス。俺も微妙にカスダメだけ当てていく。ナイス、そのキル。あ、いいね、いいね、いいね。なんかあれだね。一人で一対一で倒してないの、この試合ね。綺麗だよね。うん。ノバでしょ？ここでしょ？違う？あ、ここ？あ、違う？どこや？できれば溜めたい。一回ここ待つ。一回待つ。止め、止め、止め。いけるか。しゃ！これでいい。これでいいんだ。矢倉はこれでいいんだ。はい。はい、グッゴー。はまった時に言うってどうなんですか、それ。明らかに置いた瞬間はまると思ってないのに。影見えて、あ、これはまるって思った瞬間に言うとか、ダサくないですか。ダサくないですか、それ。いつもタイミングが違うんですけど。ほっ。これは、あとは、いいでしょう。あとは、台をしっかり溜める。台をしっかり溜める。もうそれでいい。それでよろし。しっかりね、あんまり前線出すぎずに、ね。出すぎずね。こういうところをね、塗っとくとね、ちょっと若干手間になる可能性あるからね、相手がね。これでいいか？どこにあるヤブラ？ヤブラそこだよね。これ戻るわ。いいや。もう完全に、確実に台をで潰しに、潰して勝つ。潰して勝つ。オッケー。しゃあ。さあ、あとは、スパショに気をつけて、3、2、上から。ナイスー。最後もなんかあれですね、ローラーにキル持ってかれましたけど。いや、これは素晴らしい。よく噛み合った。いや、だからこういう試合、これかなり、両戦だと思う。すごいいい試合っていう感じではないけど、多分ね、味方もすごくバランスよく散ってるし、キル取ってる以上にね、これキルなんで取れてるかって、上手いからっていうより多分ポジショニングとか、いい感じのチームワークの良さだと思うんだよね。こういうの結構、いいと思う。これ何回か見た方がいいと思う。勝ちパターンを学んでいく。S 隊とか A プラ隊とかの人は難しいかもしれないですけどね。そんなに上手くないでしょ。多分俺自身のロンタムだから全然上手くないんだけど、でもそれでもこれだけ安定して勝てるのは味方とのいい感じのツーマンセルとか、ポジショニングとか、締めるとこは締めるとか、そんな感じでした。モッティでした。また明日、バイバイ。
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。最近漬物がマイブームですね。タケノコとかレンコンとかそっち系の漬物がすごく大好きです。ご飯のお供にすごく食べるのがなんかいいね。おっさんになっちゃったのかな俺もな。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。